やっほー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 、おはようございます。くんくん、おはよう。おはようさん、おはよう。おはようございます。おはよう、おはよう、おはようございます。おはよう。にゃん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 。カレーパン食べたいけど売れない。残念。カレーパン、おはようございます。初見さん、ありがとうございます。配信ありがとう。こちらこそ見に来てくださってありがとう。おはこんばんやだろう。ラジオパーソナリティ一緒に、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。お墓のおはみ、おはよう、おはよう。朝から元気です。お目覚め今日グッド。お墓のおはようございます。仲良くしてくださったら嬉しいです。こちらこそ、こちらこそ。おはよう、おはよう。今日はメガネ筆、今日メガネしてもどっちでもいいです。何何、今日はしないです。もうコンタクトが切れちゃいそうなんでメガネにしなかんですけど、ちょっと今日はメガネの気分じゃないのでそのままちょっと遠目から読みます。欲しいな、ちょっとお仕事行ってらっしゃい。頑張ってね、頑張ってください。おはよう、おはよう。今日可愛いですね、ありがとうございます。おはよう、なんと呼んだらいいですか。カノン、名前は沢田カノンですだけど、かもうなんて呼んでいいですかでこんな迷うことじゃないよね。はい、カノンって呼んでください。はい、50カウントありがとうございます。もう指紋が来て最高の朝です。恩返しです。ハラペコさんちゃんです。でもまだなってない。メガネ似合うだって、ありがとうございます。今日は合格ケースガノちゃんではない。おはようさんちゃん、久しぶりだな。やっほー。午前中に出かけるけど暑さで溶けないかとても心配。それは溶けてしまう。もう溶ける、それは溶ける。おはよう。眠そうな顔が見たかった。今日はね、あのお目覚めパッチリだったの。起きるのは遅かった、遅かったって言ったらだけど、あのいつもよりは遅かったんだけど、お目覚めは良かった。ありでもなしでもありがとうございます。おはよう。もう走りました、走りましたよ。今日もてってか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 。今日は朝起きたらスマホの充電がなくて何も聞けなかった。53ちゃんありがとうございます。ジュリナさんもコンタクトで目が腫れた、悪くない。メガネもね、メガネもね、そうコンタクトをさ、なんかつけた時にゴミが入っちゃったりとかすると痛くなるし、それはちゃんと綺麗にしてからつければいいんだけど、そういう時とかにメガネ取れちゃうんだよね。レッスン中とか取っちゃうっていうか。カノンって別室でもいいですか。いいです、カノンです、カノン。おはようすちゃん、おはようゆるる。おはようす。暑さ対策は何かしてますか。暑さ対策は、暑さ対策か、暑さ対策はね、帽子をかぶって走ってますかね。それぐらい帽子をかぶって走ること、日焼けをちょっとしたんですよ。だから日焼け止めを、これは暑さじゃないかもだけど塗ってます、日焼けしないように。今日もバニバニ走ってきたの。おはよう、にゃー、おはようサシャイン、すっごい。おはよう、おはようサチャ、えらい。
メガネでランニング、そうメガネでランニングする。朝コンタクト寝起きでつけてから行くのがめんどくさいからです。50回もありがとうございます。自然の音を聞こう、そう聞いてきた。車の音が大きかった。あとは風すごい、走ってるとボーってなってた。50歳ちゃんありがとうございます。ランニング相当朝早い時間帯じゃないと。そう日が高く、今日はなんかねちょうどうまい具合にね雲に隠れてたのかね、太陽さんが涼しかった。おはようございます。いつもと比べたら暑かったけど、いつもと比べたら涼しかった。走ってて犬に、え犬に追ってこられたことかな追ってこられたことだとして、追ってこられたことはないけど、あのさ、絶対泣かないだろうこの犬はって感じの子がさ、いきなりバンっていうのを吠えてきてびっくりしたことはありました。メガネは汗を拭くとき邪魔、そうねそれは思う。こうやって目に入っちゃう。最近昨日の DMM 見やつとか、昨日はねあの見れてないです。昨日はレッスンだったりいろいろあって。おはようにゃーにゃーにゃー、日焼けは気をつけないとね。僕も長袖絶対大好き。あ、間違えた。大きな帽子、大きな帽子、遅れ気味、うん。初見です、ありがとうございます。ありがとう。女の子を呼び捨てて呼ぶなんていつ以来か。おはようさ、いつも。あ、欲しいなっちゃった。何キロ何キロ、3キロぐらい。セミは、セミも鳴いてたと思う。セミも泣いてた。女子は日焼け問題、そうあるあるの日焼け問題。メガネでランニングだと汗だくになった時、そう。おはようございます、今日はメガネなし。50目覚めありがとうございます。イヤホンで音聞いてもちょっと危ない、確かに。おはよう。でもねなんか楽しいよね、ギリ走るの。おはようございます。昨日風吹いてたから涼しかった。ランニングするときもメガネとマスクを着る、そう。犬からもコールされるのね、セミ首にぶつからない、もうびっくりだびっくりだ、セミ首にぶつかってきたらびっくりだよ。今日もラジオよしよし、ありがとうございます。おはようございます。会社から今日も走ったよ。何かお肉にバラ、うん、すげえ。初見さんありがとうございます。体育会系のイメージある、そうね。カノンは体育会系の部活をやってこなかったからすごく体育会系に感じる、多分そうだと思うんだけど。頑張ってますよレッスン。ミネちゃんのニックネームがカマチョになりましたが、カノンちゃんも呼んでますか。カマチョになったんですか。カノンは呼んでないでございます、呼んでないでございます。ブログ読んだよ、ありがとうございます。あ、そうだ、今日はおはようさんちゃんラジオのことでちょっと決まったことを読まなきゃいけない、言わなきゃいけない。何メートル、おぉ、え、すごっ。ももちゃんの配信癒されて、忘れたらびっくりよ。そうね、昨日出てたよね、かまっちょ、かまったさん、彼女ねっとりした朝ですね。はい、まず一つはあのブログ、これはブログに書いてないけど、あ、そうだ、あのね、そうメールに書いてたことで、そう、あ、そうだ、今日まずあ、もうお話があっち行ったりこっち行ったりも頭の中でどうしよう。まず今日は朝のお知らせをメールでするのを忘れちゃった。はい、それは忘れちゃってすいませんってことと、あとラジオのことはあ、そう、マネージャーさんに
マネージャーさんに聞いたんですよ。あの、何を聞いたかっていうと、そのおはようさんちゃんラジオをやるときに、そのお便りをね読むときに、あの、今ショールームのこの皆さんのお名前は読めないんですよ。あの SKE かな、そう、読めないんですよ。なのでカノンが決めたニックネーム、サンチャンネームみたいなのを使って、そのカノンが決めたあなたで何々さんから届いてますって言おうと思ったんですけど、それもあのちょっとダメだったので、お名前をお呼びすることができません。サンチャンネームにしてもちょっとやっぱりね読めなかったですっていうお知らせです。残念。サンフラワーありがとうございます。残念だわよ。そうなんです、残念、残念なんですけど読めないので、お手紙だけ、 お手紙は読む、お手紙は読みたいなって思ってるから。そう、ラジオネームがダメ、ラジオでこれもダメだし、ラジオネームもちょっとダメ、公衆、いやいやね、ちゃんと確認したらマネージャーさんに、まあそれはちょっとダメだったぞっていう話なので、しょうがないですね。メアンだと思ったんだけどな。そう、カノも楽しそうだなと思ってたから残念です。何がいいか、何がいいかのかなって、まあ確認しなきゃよかった。それは違うでしょ。カマちゃん、俺も呼んでほしかった、欲しかった。カマちゃん、カマちゃん、カマちゃんなの。パオン、カノちゃんが考えたネーム楽しみだね。え、カノも楽しみだった、考えるのが。もう今日はアイスを食べると体型なんて気にしないといけん、体型なんて、そうだね、アイス美味しいから。ナンバーつけようだって、ナンバーだと、ナンバーだったらいけるのかな。まあね、とりあえずお名前は読めなかったです。そう、そのなんかアバターのやつに関してはちょっとわからない、わからないけど、わからないけど、ね、見たことある。そうなんです。サンデスくんです。サンデスくんです。頑張るですね。いつかできたらいいですね。ちょっとできる日までサンチャンラジオを継続できるように頑張ります。初見さんありがとうございます。コケコッコカノンのネーミングで見てみたかった。ヤッコファミリー登録、マイナンバー制的に。おお、なるほどね。カノンはね、まだね、筋肉質っていうか腹筋とかまだまだなんだよ。だから腹筋とかを鍛えなきゃ。パピーも中ちゃんもみんな言ってるから、アバター読みはいいのか、アバター読みはいいのか。アイス焼き食いしないでね。分かった、焼き食いはしない。33番さん、はい。33番さん、アバターの特徴読んでる。うん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 、もしくはマキコ姉さんに出てもらう。マキコ姉さん紹介から、ほうほうほう。それはそう、あ、そうだ、初回の話で言うと、あのブログに、これはブログですね、ブログにあの初回を今週の日曜日の16日にするって書いたんですけど、書いたんですよ。まず それで、あのちょうど29時間配信と重なってしまっているんですね。その29時間配信の中に入ってしまってるんですけど、はい、だけどやっぱり日曜日ちょっと、そうなんですよ、そうなんですけど、それはちょっとあれなんですけど、ちょっと初回をですね、なちょっと、ん、何、ちょっと早めに始めたいなって思ってることと、あとそうね、
あとはそうなってきても初回は日曜日が良いんでございますね。日曜日が良いでございますから、3、おはようさんちゃんラジオの3デイに始めたいものですから、はい、ちょっと7時から8時でやりたいなって思います、予定通り、はい、なので皆さん両方見れる方は見てもだし、まあ見て 見に来れるよって方はぜひ見に来てください。あ、いいんですよ、あ、パオンパオン、唐揚げくんと呼ばれてます。そうなのよ、ありがとうございます、盛りだくさんなんで。そうね、131日ありがとうございます。秘密はいつか発表できるの？秘密とは初回拡大29時間ラジオ、それはやばい、ずっと29時間のタイムスケジュールに入れてくださいって、無理、29時間配信のコーナーに採用されたかと思ったら違いますよ、羊を寝る時間が、ああそうね、前回で言うとね、そうなってくるね。朝3時からでなくてよかった、そう朝3時はびっくりだからもう起きれん、予定通りって、あ、そうすいませんね、ややこしくて、予定通り行きたいなって思います。おはようございます、筋トレしてるって、ね最近はね走ってる、でも筋トレ昨日体幹をやりました、昨日体幹をやったし、みんなで室の前とかも体幹やったりしてます。でも足りないと思う、まだ DMM の出るメンバーによって見ます。お、わかりました、そのチェルームに行きます、あの無理なさらず、皆さんぜひ見に来てください。サンチャンラジオのオープニング曲ジンがあると楽しいかもしれませんね、そうですね、楽しいかもしれないですね。毎週日曜日朝7時はおはようサンチャンラジオです、イエイ。まるまる先輩って誰のことをイメージしてるの？そう、なんか気づいた方いますか？いますか、ちょっと恥ずかしいですけど、はい、まるまる先輩はむかさかさんです、むかさかさんです、はい。29時間配信中、個人で何も発信できないというのも大変な、あーそっか、毎日配信ができなくなっちゃうっけ、あ、まあちょ、うまくずらせばいけるんだけど、ちょっともう書いちゃったからすみません。朝で僕はフロリダだから OK です、遅くなりました、おはよう、全然遅くなってない、しけさん力出たりしない、もう昨日もね力こびやったんだけど全然出なかった、オラも走ってあのねえちゃー欲しいってなっちゃった、おまけの1時間とか、お、おまけの1時間朝の準備のためにしてください、準備をしてください、15時のサンチャンラジオ、あーなるほどね、できればねこうおはようサンチャンで行きたかったんだぞな、でもさ確かにねサンチャンだからね、そう確かに、おはようございます、おはよう、何か考えてるねって、え、なかちゃんさもう本家27時間テレビやってないし、27時間テレビ昨日言おうと思ってたんだけど、魔術科学園についてあたく語りすぎて切り出せなかった、ごめん、おお、魔術科学園毎日だ、泊まるのはわしじゃ、あ、毎日配信かな、あお墓参り行ってきます、あじゃあお、お墓参り行くんですね、お盆ですね、お墓参り
美味しくなる。長ちゃんが18時から20時の時間ならコラボぜひだって。朝私無理だって。あーお前だーお前だー、それはピッチです、それはオーマイガーオーマイガーオーマイガーですよ。マジですか、ちょっとスクショしとこう。はい、ありがとうございます、情報を。あらららら、力の子も見たい。ナイン、おはようさんちゃんで、ね、いいよ。ありがとうございます。おはようって言われても僕はいつもこんばんは。あ、そうだね、こうするとね、朝早起きになるんだって。理由知らない、どうして出会ったのだろう。よし、おはようございます。おやつのさんちゃん、ご主さん完了です。ありがとうございます。今日も配信にこちらごと見に来てくださってありがとうございます。第一候補がオーマイガー、ご主さん完了です、ありがとうございます。みきこ姉さんの登場やなって登場やなって。フロちゃんはひまわりのようにすくすく成長。お願いすればなんとかしてくれるよってねえ、そこをなんとかみたいな。どんどんピッ、どんどん崩れていってました。ピンチです。また来ます、ありがとうございます、待ってます。また小屋ねですよ、また小屋ね。50カモンおはよう、ありがとうございます、ありがとうございます。今日は朝ごはんないんです。今日はアイスコーヒーを作って飲みたいなって思ったんですけど、氷がなかった。お茶はございます。なんか小さい子が好きだが、カロンちゃんも小さい子はここに入っちゃうから、入ってるのかな。ごちゃいだったら入ってるな。腹ペコーさちゃん、まるまる先輩は中坂先輩だったんですけど、長ちゃんさんダメでした、ダメでしたって言ったらまだ諦めちゃ諦めたくはないけれども、ちょっと朝はねっていう話が出ちゃいましたね。オーマイガー、おはようございます、仕事行ってくるね、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、頑張ってください。でホットなの、ホットじゃない、もうコーヒー諦めた、ホットは暑いなと思って。朝食ないよ、ハートありがとうございます、ハートハートハート。ブラックコーヒーも飲む、お茶屋のかのんちゃん、ちょっと矛盾がいろいろあるね。そう、諦めちゃった。おっとテロップ入れよう。おはようございます、おはようございます、おはようございます。それって朝は苦手だってことですね。カノン、カノン朝苦手。中ちゃんさん、朝は無理。仕方がない、コラボするが詰めるぞ。いやいやいや、もうそんなことがあったらもうありがたい限り。タコちゃんでもタコちゃん食べます。タコちゃんありがとうございます。タコちゃんよよよよ。でででん。ドカーン、ドカーンかも、うまく使えないと思う。ドカーン、ドカーン、10期生の一番の子待ってたんだ。10期生の一番の子待ってちゃう、わかんないよ。そうね、どうだろう、一番は分からない。でもゆいちゃんとかかまってちゃんかもしれん。分からん。分からんよ。タコちゃん、タコちゃん、タコちゃん、タコちゃん。ラジオゲストじゃなくて通常配信の時にコラボ。ラジオゲストじゃなくて通常配信の時にコラボできる。そうね。まあラジオはちょっとなんか難しそうな雰囲気だけど、通常でもコラボはしたいから、したいですね。バラのお花ありがとうございます。
18時20時っていうか19時台この時代起きて、あじゃあパシャッてしてきます。パシャッ、よし。そういえば10期生左利きの人、10期生で左利き、左利きだから10期で考えたことがなかったぞ。そう、左利きの日だったんです。そう、わかんない。ランニングの複数分もと、今日はねコップ半分ぐらい飲んだ。少しかな、もうちょっと取った方がいいかもしらん。おい、おはよう、ながちゃん。朝起こしてあげたら起こしておきたいねえ。そう、もうそこをなんとかお願いしますよって言っていただけないでしょうか。ちょっとカノンには言う手段がないんでね、あの直接会える機会がないと言えないんで、お願いしますよって、コラボしたいんですよ。そこをなんとか朝を初回のゲストにお願いしますって言ってください。お伝えください。思っているので、いやー撮らないでー。そう、始まりました、おはようさんちゃん特別企画、今日こそ中ちゃんを起こそう。今日起こそうで、あ、ショールームに、あ、そっか、ショールームの、そこのあなたがお願いしますよって、じきじきに言いに行きますか。おはようございます。おはようございます。日本に行って、小林が食べたいんですよ、そこのあなたか。そう、まきこさん、まきこさんも、そう、これも、もうできるものならしたいんだけど、あの、まあね、まきこさんはあれですね、この時とかで東京に行った時とかにちょっとお願いしようかなって思います。なんとかそこでね交渉しようかなって思うんで、ちょっと第一回中ちゃんさん記念、これ記念。好きなものにするしかない。何なんだろう、調べようかなとか言って、なかちゃんは旦那さんファンでした。おお、なるほどね。おはよう、彼女はなかちゃんと仲良くなれたら嬉しい、仲もっと仲間で密かに応援しています。ふんふんふん、まさか横ファミリーが総出で500人で全員ディキスに行きますか。500人で500人で行きますか。おはよう、あと1リゾー顔、これ猫ちゃんはちょっとやばいですね。朝起こしたら中ちゃんにやんのかい言われるよ。それはダメです、喜んで出るよ。だってマキコさん、マキお姉さん最近妹登場しないやんで、すぬちゃん、すぬちゃん朝弱いから、今日も昨日も一緒に走るって言って今日起こしてみたんだけど、ちょっとダメだった、今日も起きなかった。それかマキコさんに赤坂さん起こしてもらうようにお願いする。お、なるほど。マキコ出てくれる、そんな風に聞けないわ、聞けないわ。マキネさんはソードちゃん、ソードちゃん命なので、命普通に嫌なんて。ブリンちゃん夜まで勉強し、そうね、スナちゃん勉強は、まあ勉強はしてるよ、カノンよりはるかに。だけどちょっとね朝は苦手なんですよ、スナちゃん。だからダメです、すぬちゃん朝配信には全然出てきません。学校も
今ないから、おはようも来ません。コメントがピョンってなっちゃった。あっこさん、なかった、起こしてパラハラパラハラパラハラ、ただいまおかえり、準備かもも準備をしなくては、ドンビドンビドンビドン。じゃあ朝こんな目です、こんな目です。すずちゃんは朝こんな目で来ます。ラジオ局マーキコとコントの練習、寒くなるので暖かい暖かい格好で視聴してくださいどういうこと、どういうこと、寒いって寒いって、もう、すずちゃん朝仕事は苦手だってよ。そう、すずちゃん起こす練習から、もうすずちゃん起こせなかったらダメだね。クラムクソカーレジトレイガー、ダメ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 。今日の名古屋最高気温は38です。溶ける、本当にもう溶ける、本当にもうって感じです。毎日車とかに乗った時とかも最高に暑い、すぐに冷房をつければまあなんとかいけるけど、最高に暑いんでございます。はい、もう暑いのは嫌ですね。本当ありがとうございます。そう、今日ささっきコメントがさ飛んじゃったんだけど、何の日だったっけな、話の日、話の日だっけ、話の日、かき氷を出したのか、気が早いのは恋だって、同じ海へ行こうと、今から君を誘いたいよ、渚を走る僕らのイメージ、波打ち際をしぶき上げて、追いかけっこしながら砂の上で走りにくくて、なぜか二人は何度も止まらんかった。エゴちゃんはコラボしてくれんと、親戚中にいいプロスをと脅せば OK、 どういう脅し方、どういう脅し方、出演講師は DJ さんちゃん自ら行くと出てくれるよ。まだまだ暑さは続くので気をつけてください。本当に名古屋ってそんなに暑いのって、もうめちゃくちゃ暑いよ、もうどうしてくれるんだよ、めちゃくちゃ暑いよ。それに車内と外の温度差かな、温度差はやばいやばいよ、もう出た瞬間うわっていう暑さにやられる。おさまさお願いすれば間違いない、ただしかなちゃんも捕まるが捕まるが捕まるが、もうこの週末の予想最高気温は震える暑さ、おはようございますろ。ふんふんふん。みえちゃん家にかき氷機があるんだってね。あ、うち今ないな。欲しいね。欲しいね。年収3人組で頼んだらすぐ OK 出るよ、だって。協力してもらう、年収3人。いい、泣きそうなイメージかと言う気も、全力で踊りまくっていました本当いい曲ね、うん、もっといっぱい披露したいです。はあ、アスファルトは55度以上になるから気をつけて、アスファルトの熱で街窓伏せて、みんなスローモーション
僕は不器用だよ、ただ君のそばで。動線少ない歌声ですね。誰か止めて。何せ回る時カロンちゃんだけその場一回転で、そうなんです、その場一回転を綺麗に回っております。なおちゃんも渚のイメージ大好きなら、渚のイメージ嬉しいですね、嬉しいですね、先輩がそんな大好きって言って言われてもう嬉しいです。かおちゃんのギャグで脳外を冷やしてください。かおちゃんのギャグで無理だかおちゃんのギャグとはちょっと考えとく。おはようさんです。なおやの夏は超高温多湿、やだ。おはようございます。なぎさのイメージするとどんな景色が頭に広がって、エコパ、今ね、今はなぎさのイメージをなんかイメージしたらエコパアリーナでの景色になっちゃう。だけど、なぎさのイメージでしょ、なぎさのイメージはもうそのままよ、歌詞に出てくることをイメージします。ごめんね、なかちゃんとかのんちゃんの共通点を見つけた。なんかそれ見た気がする。それかは分かんないけど、なんかあれですよね、上がっちゃうんですよね、ここのシャツが衣装の。そう、中ちゃんさんは中坂ちゃん。お墓参り行ってないです。おばあちゃん家も行けてないです、もうコロナちゃん。中ちゃん起きれないっていうよりノーメイクね、その絶対無理って言ってたような気が。あ、15日で青が野菜聞けるのかな、どうなのかな。暑い、ピクピクしてるよ。大丈夫か。14で歯医者リサイクルの日。え、歯医者さんの日じゃないんだ。会社リサイクル、そうなんだ。やるんかーい。おはようございます。なぎさをイメージしたい。毎日暑いです。かおちゃんの、あ目が開きません、どうしたらいいですか。無理やりこじ開けてください。エコパーね、イメージ大事。なぎさだけに、そう。おはよう。あ、そうそう、そこね。そう、上がっちゃう。なんでだろうね。マイク、こっちだっけ？マイク持ってるからかな。上がってた。本当だと思った。おばあちゃん家に行って、収穫しないと。そうなんだよ。せっかくおばあちゃんの気分にまで焼けたんだけどね。こんばんちは。ただいま、センチより無事正解いたしました。お疲れ様です。他まで自転車で5分だから昨日行きました。遠いと、そう、ちょっと遠いね。おばあちゃん家まで遠いし、おばあちゃん家田舎だから、おばあちゃん家からそのお墓まで行くのも結構大変なの。山っぽいところを登っていかなきゃいけないから。無理やりこじ開けこうやって開けてください頑張ってください。暑いから水分補給してね。はいはい、海かプール、そう行きたいんですよね。プール、海かプール行きたいんですけど、ゆいちゃんも言ってた、プールに行きたいとかなんとか言ってた。行けないです、行けなさそうじゃないですか今年は。なんか
コパの時はまだカノの存在感に気づいてなかったパオン。あれ袖が上がっちゃってたんだ。ああいうデザインなんだと思ってた。ああいうデザインだと思ってたって上がっちゃってたんです。久しぶりに行ってみる。あ、何がいる。寒くなるかな。そしたらちょっと久しぶりすぎて、うんうん、ああは行きます。あのね、明日まだだよ。全然違う気がする。全然気がします。はい、明日まだだよ。はい、もうする。中ちゃんも無理やりこじ開けてしまえ。ダメダメダメ、スキンかぶって深刻しないとね。そうだね。ハードシメンの皆さんは遊園地の実況系とか公演系は減っちゃうですか。サードシメンの皆さん、ですね、カノンは、あんまりすごいやつに乗ったことがないんです。ジェットコースターもすごいやつに乗ったことがないんです。だから得意か得意じゃないかって言ったらわからない、わからない、あんま乗らないです、乗らないです。すぬちゃんは多分怖がり系です。目が豪鉄か、豪鉄です。おはようございます。家でプールやればだって。無理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 。パピーもビキニ買ったのに一度は着てないってぼやいてて。ビキニ買ったのに役場行けてないから生実況まだ見れてない。おお、いつ生カロン見せてくれるのかな。もうこっちが聞きたいよ。相変わらず誰って。涼しくなった、よかった。いや、何かやった。今日ですね、寒くなりました。ちょっといつもより、いや、ちょっとあんま言いけてなかった。もうね、はい。何も言うのは、いやだってもう 言うしかないじゃん。それマナちゃんは言うしかない。自分の生まれですか。よかったです、極寒や。寒くなってよかったです。気温が10度下がったって。地球温暖化を阻止しつつある。俺は人生がジェットコースター、かっこいい。わからん、ジェットコースターってかっこいいのか。わからないです。あのね、明日まだだよ。行ってきます。行ってらっしゃい。大丈夫ですか。大丈夫ですか。それは、いや、でも本当にみんなそうなりますよね。みんなそうなります。行ってきますって言って開けたらもうブワーってなりますから。行ってらっしゃい。本当ありがとうございます。暑いけど部屋の片付けをしてる。偉いです。カノンはちょっと無理です。ちょっと無理です。カノンはちょっと部屋の片付け無理です。3000人突破ありがとうございます。3070人の方ありがとうございます。カノンちゃんが地球を救う温暖化阻止、ナイスナイス。雪氷に触る、サワダファームのブルーベリーと、ブルーベリー、もう忙しくてブルーベリーの存在忘れてたわ。ブルーベリーちゃん、ブルーベリーちゃんなってます。もうね、大きくなりました。ブルーベリーちゃんも立派に成長しました。でもだね、もうでも積んであげてないです。積んであげてないです。つまなきですね。でもなんかあんまり数多いイメージがない。見れてないだけかもだけど。人間クーラー沢田かの、アルマラちゃんの公演デビューはいつですか。いっちゃーい。あ、ごめん、公演ね。え、公演ちょうだ、あれ、ちょっと待って、公演ね、公演ね、公演デビューいつでしょうね。わかりません。よっ、週刊冷凍庫よっ。サンフラワーありがとうございます。今来た、グッモーニング。ズンパッパイさんに頼んだら一食いでプール作ってくれ。
無理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 って、いやもうプールだなって、猫が部屋から出たで外に出たものの暑くてすぐ部屋に戻る動画を見たけど面白かった、戻ってくるかもしれない、忘れられてブルーになってるベリーちゃん、ブルーになってる、いいことだ、ブルーブルー、おはようございます、おはようございます、バラの花ありがとうございます、バラのお花をありがとうございます、よし決めた、今晩はそうめんにする、今日の夜ご飯は何にしよう、その前に今日の朝ごはんは何にしよう、その前に、あ、違う朝ごはん、朝ごはんなんか食べたいな、食べれないけど、そうめん美味しいですよね、キンキンに冷えたそうめんが食べたいです、冷麦よりもそうめんの方が太いんでしたっけ、かのちゃん知らない間にハッシュタグが進化してる、あ、本当劇配信や、そうそうそう、それね、そう、どう思いますか、皆さんに聞こうと思ってたんだった、あの交通劇がね配信限定になったじゃないですか、そうどう思いますか、ここ付け加えてみたんですけど、進化させてみたんですか、どうですか、どうですか、この週朝のショールームの会社で見てパワーをもらってるんだぜ、ありがとうだぜ、それパパにプール作り頼んだら50メートルプール作りそうだって50メートルおはよう SKE の人だ、 Yes 朝ごはんトウモロコシで、トウモロコシトウモロコシトウモロコシ、かっちくてやで、逆かな、あ、冷麦の方が太いのか、いつまでにメールしたら初回ラジオに間に合うか、ああねちょっとねいろいろ決まってきた部分もあれば決まってない部分もあって、ちょっと待ってください、初回の内容っていうかどういう風にやっていくか、もうちょっと決まったらちゃんと間に合うようにお知らせします、そうめん、冷や麦、うどんの順番、あ、そうめんが一番細いってことか、そうめんが細い、よきよき、いいじゃん、ありがとうございます、じゃあハッシュタグは変えます、コント劇配信、コント劇配信見に行こうやね、配信見に行こうやね、ちょっとまだカノもね使い慣れてない、すずちゃんのすずちゃんと色のついた面取り合ったりするの、しないしないしないです、昨日の液漬けの残りで白ご飯を食べました、おー、しゃっけしゃっけしゃっけ、名古屋から見れるのに嬉しい、そうね、そうそうね、おー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 、多くの方に見ていただけたらなって思う、コットのチケット払い戻ししなきゃしなきゃしなきゃ、直に見たかった、でもそうなの、カノンもさあね、そう何回も言ってるけど本当に一番はやっぱね皆さんの前でやりたかったけど、配信でも頑張ります、この時チケットってもう買えないの、この時のチケットかの配信になってからのあのやり方があんまりよく分かんないんですけど、まだ分かってないんですけど、なんかまた買うのかな、その配信の方で、冷麦の方が太いか、コント劇の払い戻し後にオンラインのチケットゲットしなくては、そうなんです、うんうんうん、喉がおかしくなった、そうめんは伸ばし麺、冷麦は待って、ああ冷麦は切り麺、そうなの、あ、そう、あのビヨンビヨンやってるのはそうめんだけなのか、やってみたいんですよ、ビヨン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 の方が欲しいなっちゃうのかね、なんでだろうね、朝の準備してた、
お疲れ様です。ひえひえとそうめんに食べるあゆがあめんじゃ、おいしいぞー、稲葉のうま細いぞー細いぞー。ベビースターラーメンは実はそのそうめんから作ってるらしい。なに？なに？てててて、お腹がかゆい。はじめましてかな、あ、ビギナーだから初めて取れちゃったのかな。はじめまして、ありがとうございます。あー、ラー油系のそうめんうまいよね。はい、もう冷たい、そう麺類しか食べたくないって食べたくない。ピンクと緑のそうめん見つけると特別感あるよね。でん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 、なんだと知らんけど、配信お詳しい方、お詳しい方、配信告知まだ出てない。うんうん、有料配信、あ、それはそうだと思いますよ、言ってたと思いますよ。カノもカノ見てたと思います。ビヨーン、チケット販売まだなら買いたいが、紙風にチケット買ったからお金が、オーマイガー、そうめんを竹に流してみたい。あるんですよ、竹に流したことかの。なぜならおばあちゃんとおじいちゃん家が田舎だから、ど田舎だから、あの普通にね竹とか取ってくれるんですよ。竹を取ってきて、あれも見たことありますよ、こうなんかさ、これはまた違う時に使うのかもしれないけど、丸に銃が、丸にバッテンが入ってて棒がついてて、クックックックってこう竹を割る、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 何、竹を切る、そういうやつ。バラの花、ありがとうございます。そうで、まあそういうのもあって、そのおじいちゃんがね切ってくれて、いろんな椅子とか使ってこうそうめんを、流しそうめんをするんです、夏休みに帰ると。なのに今年は帰ってないからできてないんです、本当に。もうこの時決め事はパッションフォーユーで変わるって。おうおう、パッションフォーユー、パッションパッションパッションフォーユー。バラの花、ありがとうございます。自信を持って再現する、そうめんは食べてすぐに飽きる、だから次の味、じゃあもう考えておかないと。なんかこの前そうめんだったかな、すごいね、いっぱいね食べ方を研究してる人のやつがあったよ。ドカン、暑い時こそ台湾ラーメン、1.3mm までそうめん、 1.3×7 冷麦、それ以上がうどん、おー、冷やしそばにいさせて、えびょーん、小豆島に行けば見れるぞ。ちょうど今グッズが良かったから、そっちも買い、そうグッズもぜひゲットしてください。この流しそうめん機売ってた、おー、太さ農林企画、6枚のチケット払い戻しやからグッズ買います、ありがとうございます。毛の強い剃らないとダメし、そうね、それもなんかやってたよ、ゴムの形の竹を切るのも、あー、そういっぱいのやつか、テレビしか見たことない。鴨ヶ谷姫はアップタタだやだやだやだ、ファッション、なんていうもの、あー、もう56、短いですね。昨日社内でライブラーメンが社食と、暑くてもうドカンしそうです。ねえ、ドカンについていけないよ。かのそうめんの食べ方研究配信も面白そうかも、ふんふん、そう前ね、いろいろそうめんね、 OK、 ありがとう。あと6分、コメントの、このコメントもこれあと5分にね、その通り、サンデスタイム行こう。はじめまして、ありがとうございます。サンフラマンもありがとうございます。ドガーン、
じゃあちょっとサンデスタイム、サンデスタイム、サンデスタイム、ピーチソーダ、ピーチソー、ピーチソー、オリジナル曲ピーチソーダを流します。ちょっとドカーンは誰かに教えてもらいます。10期の流行に乗ってかないと。12から9月毒だった、しなきゃしてください。本当に決めれない、それはダメよ、いやダメ、いやん、ちょっと待ってね。はい、来ました、サンデスタイム。よし、では今日も13位からサンデスタイムスタート。13位、サンです、ありがとうございます。12位、サンです、ありがとうございます。11位、サンです、ありがとうございます。10位サンです、アットマークやコンビニもありがとうございます。9位サンです、ありがとうございます。8位サンです、ありがとうございます。7位サンです、ありがとうございます。6位サンです、ありがとうございます。5位サンです、ありがとうございます。4位サンです、アットマークコハメリもありがとうございます。そして3位サンです、ありがとうございます。そしてそして2位サンです、アットマークコハメリもありがとうございます。そしてそしてそして第1位サンです、アットマーク横ファミリーネットに、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。はい、もう早いもので早いものでと早いもので1時間が経ってしまいました。そう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 、ありがとうございます、ありがとうございます、あり、こちらこそありがとうございます。少しでも気になってくださった方はフォローをよろしくお願いします。楽しかったです、ありがとうございます、お疲れ様です、こちらこそありがとうございます。おやすみなさい、おやすみなさい。それでは今日もこの辺で、またこやね、またね、ありがとうございます、また来るね、ありがとう、またね、バイバイ、また来るね、ありがとう、またね、今日も頑張ってください、皆さんも今日も頑張ってください、頑張ろう、おしゃみ、バイバイ、おやすみ、おやすみ、いってらっしゃい、バイバイ、はい、水分取ります、じゃあね。